ホンダインスパイアホンダセイバーセイバーは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた高級セダンである。ビガーの後継モデルであり、二代目及び三代目インスパイアの、姉妹車である。1995年2月23日に、発売された二代目インスパイアの姉妹車で、ビガーの後継車として誕生。先代モデルと同じくエンジンを、フロントミッドシップ1に搭載した。 FF ハードトップ仕様である。ビガーのワイドローのシルエットが踏襲されたが、より居住性アップが求められたアメリカ市場からの要望に応じて、ビガーよりも一回り大型化されている。アメリカでは、ホンダの高級車ブランド、アキュラにて、アキュラトルコリラとして販売された。搭載されたエンジンは、直列後気筒載チェシー4バルブ2.0リットルの、 G20A 型と2.5リットルの G25A 型で主力の G25A 型は 25G と 25XG に搭載のレギュラー仕様 180PS、25S に搭載のハイオーク仕様 190PS の2種類があった。1995年7月6日にレジェンドに搭載されていた。 V 型6気筒載チェシー4バルブ3.2リッター C32 アンペア型を搭載した3 2トが追加された。V6 エンジン搭載に伴い、フロントセクションもレジェンドのシャーシを流用した専用設計となり、全長、全幅ともに多少大型化している。インテリアでは自発光式メーターや天然木パネルが採用され、質感が向上した。 1996年11月8日にマイナーモデルチェンジ。運転席、助手席、エアバッグや ABS などの安全装備を全車標準装備し、同時にカーナビはビックス対応型の立体地図タイプに変更された。しかし、バブルマッただ中に登場したビガーと比べ、コスト削減が顕著となり、不評を招いたことに加え、不景気で高級車の売れ行きも鈍化して、 販売期間は短い。1998年9月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1998年10月に2代目と入れ替わる形で販売終了。新車登録台数の累計は22,783台。1998年10月15日に仙台登場から3年8ヶ月という短期間でフルモデルチェンジが行われた。 生産はアメリカのオハイオ州にあるハムメアリズビル工場で行われ日本国内へ逆輸入するという形をとっていたベルの店に加えプリモ店でも販売されるようになったボディサイズは全高がわずかに高くなった他は仙台とほぼ同等であるがねじり合成、曲げ合成が仙台に比べ大幅に向上されている搭載エンジンは新たに開発された V 型6気筒サイチェ C24 バルブビテック2.5リットル J25A 型と3.2リットル J32A 型との2種類で直列5気筒のエンジンとともにフロントミッドシップレイアウトが廃止された。トランスミッションはマニュアルシフトが可能なイスマチックが装備された4速 AT である。グレード展開は 225PS の J32A を搭載するモデルが 32V 200PS の J25A 搭載モデルが 25V、25V に DVD ナビが装備されたモデルが 25V、ナビの3グレード展開となる。32V はナビを標準装備する。インスパイアとの相違点は、フロントグリルが縦基調、リアウィンカー色がインスパイアはクリアだが、夕食、ホイール、エンブレム、これら以外に大きな差異はない。 2001年4月4日にマイナーチェンジが行われ、トランスミッションが4速 AT から5速 AT へ変更され、燃費と加速性性能が向上した。フェースリフトを受けデザインが一部変更されている。2003年6月に4代目インスパイアの発売の際に統合される形で生産、販売終了。ベルの店、プリモ店では4代目インスパイアをセーバーの代わりに取り扱うようになった。 初代ホンダ G20A 型ホンダ G25A 型ホンダ C32A 型二代目ホンダ J25A 型ホンダ J32A 型英語で剣の意味。研ぎ澄まされた性能で鋭く誇り高き存在を目指すという意味で名付けられた。ありがとうございます。